はいどうもキャッチミーの高幸です。今日もフットボールマネージャー2021京都サンガ FC で J1 優勝を目指すやっていきたいと思います。で今日なんですけど、今日は前半戦最後のビファーレン長崎との試合、そしてギラバンツ北九州戦で、さらに SC 相模原戦ということで、この3試合ここをやっていきたいなと思います。で前回はね、東京ヴェルディに2対0で勝利、そして天皇杯の2回戦をグルージャ盛岡相手に4対2で勝利で、松本山雅に3対3の引き分けということで、一応ね負けなしでは進んできてるっていう感じなんよね。ここの長崎戦きっちりと複数得点を奪ってクリーンシートで終われるような試合を見せれたらなと思っているので、そういうところに注目しながらやっていきたいなと思います。チームニュースのところ軽く見てもらったらわかるんですけれども、若原選手が足の裂傷で離脱、さらに中川選手も靭帯の損傷で離脱ということで、まあ若原選手は2週間くらいの離脱やったんやけれども、中川選手がね1ヶ月くらいの離脱ということで、結構苦しい怪我を負っちゃったっていう感じなんよね。じゃあビファーレン長崎のスタッツ見ていきたいと思います。はい、ということでビファーレン長崎なんですけれども、長崎は故障の選手が3人、フレイレ選手とカイオセザール選手、そして高際選手も負傷で出られないということで、まあフレイレ、カイオセザールっていうここのね強力な外国人枠が怪我してるのは長崎からすると結構痛いなっていう印象ありますよね。主力の選手がね怪我してはいるものの、だいぶ強い選手がまだまだいるっていうところ、長崎は難しい相手になると思うので、きっちりと戦っていけたらなと思います。じゃあまあ早速ビファーレン長崎戦の方を見ていってほしいので、ハイライトをどうぞ。 J2 リーグ第21節京都サンガ FC 対ビファーレン長崎のハイライトです。まずはホーム京都サンガ FC のスターティングラインナップ、フォーメーション4-3-3、ゴールキーパー福島、ディフェンス右から飯田、浅田、本田、荻原、ミドフィルダー守備的アンカーの位置に庄司、その前センターに2人、武田と松田、ウィング右が荒木、左竹富、フォワード1トップはピーター・宇高。リーグ戦もこれでちょうど半分が終わる21節、前半戦最後の相手は昇格候補の長崎、サンガは現在首位と好調をキープ、後半戦に向けて弾みをかけたいところどうでしょうか。続いてアウェービファーレン長崎のスターティングラインナップ、フォーメーション4-4-2、ゴールキーパー富澤、ディフェンス右からマイク・マシンザと二見亀川、ミドフィルダーセンターに2人、ルアンと加藤、サイドハーフ右が秋野、左山崎、フォワード2トップはトクラとエジカルジュニオ。長崎の現在リーグ順位は6位、自動昇格の4位には入れてはいないものの上位をキープ、首位のサンガ相手にアウェーですが勝利が欲しいところどうでしょうか。前半6分サンガ右サイドのスローインから荒木が受けて反転しクロスボールに竹富のヘッド、しかしここは枠を超えます。前半19分、サンガ中央の松田天馬がフリーでボールを運んでいき、スルーパス抜け出して荒木がシュート、ここはキーパーセーブ。前半25分、サンガ今度は左サイドから荻原、竹富と繋いで中央の松田天馬がミドルシュート、惜しくも枠の外。エンド変わって後半5分、竹富から右の荒木へロングフィード、これがきっちりと通ってエリア深くからクロスボール合わせたのは竹富、決めた。なんとゴールを決めたのは荒木へとロングフィードを送った竹富、右サイドで荒木が仕掛けている間にエリア内まで入っていき、頭で合わせて1対0、後半にサンガが先制点を奪います。後半37分、右サイドを白井と三沢がコンビネーションで崩していき、三沢のクロスボールに竹富のヘッド、これはキーパーキャッチ。後半41分、長崎は右サイドで受けた名倉が左へとボールを展開、これをイバルボがダイレクトシュート、ここは若原の正面。後半46分、長崎の富澤からのフィードを本田がカット、豊が受けてもう一度もらって裏への浮き球のパス、ここ反応していた竹富がシュート、これはキーパーセーブ。そして試合終了、前半戦最後の試合は1対0、京都サンガが好調をキープ、複数得点とはいかなかったものの常にゲームを支配し、長崎にチャンスも作らせることなく勝利を収めています。はい、ということで見てもらった通り、京都サンガ FC 対ビファーレン長崎の試合1対0で京都サンガの勝利ということで、後半のね開始早々に竹富が自分で打ったシュートを押し込んで先制ということで、この1点を守り切ったサンガがホームで勝ち点3を手に入れたという試合にはなったんですけれども、バイス本田の2センターバックより浅田本田の2センターバックの方がね結構安定してるんじゃないかなと思ってるんですよね。ただまあここねセンターライン3人がねイエローカード1枚ずつもらっちゃったっていうので、ここは若干痛かったなっていうのはあるんですけれども、浅田選手のディフェンスが結構効いてるんかなっていうのが印象的なよね。結構ね無失点で終えてた時も本田と浅田っていう2センターバックに福島選手がゴールキーパーっていう感じになってたので、まあディフェンスラインここ本田浅田の方がいいんかな、悩んでくるんよねセンターバック。じゃあ高以上の試合結果ちょっと見ていきたいと思います。
はい、高井城の試合結果です。アルビレックス新潟対ジュビル磐田1対1の引き分け、大宮アルディージャ対ギロバンズ北九州3対2で大宮アルディージャ、愛媛 FC 対 FC 琉球3対1で愛媛 FC、 水戸ホーリーホック対ブラウリッツ秋田3対2で水戸ホーリーホック、モンテディオ山形対東京ヴェルディ1対1の引き分け、レノファ山口対町田ゼルビア4対3でレノファ山口、京都サンガ FC 対ビファーレン長崎1対0で京都サンガ、 SC 相模原対松本山が FC 2対0で松本山が、ザスパ草津群馬対ジェフユナイテッド千葉1対0でジェフユナイテッド千葉、栃木 SC 対ツエゲン金沢1対1の引き分け、ヴァンフォーレ甲府対ファジアーノ岡山1対0でファジアーノ岡山ということで順位表こんな感じと、まあサンガが21試合この前半戦を終えて勝ち点50で1位で、2位がジュビル磐田勝ち点43、3位アルビレックス41、4位モンテディオ37、ここの4チームがまあ前半戦終えて昇格ラインにいるチームっていう感じだね。で5位に愛媛 FC いるんやね、結構頑張ってるよね。で6位ヴェルディ、7位町田、8位長崎、9位大宮、10位松本山がくらいまでは全然許容範囲かなっていう感じやね。でまあ甲府もまだ30やし少し差はあるものの全然狙っていける距離っちゃ距離よね。ただ3が50は結構熱いね。前半戦終えて勝ち点50っていうことはここ同じ勝ち点で終えたら勝ち点100やもんね。100いけるかな、あと1回しか負けられへんっていう感じ、結構厳しいかもしれんけれども、まあ目標はね高くっていうのもあるので、まあ優勝しつつ勝ち点も100を狙いつつっていう感じにしていけたらなと思います。でまあ次の試合がギラバンズ北九州との試合っていうのもあるので、まあ北九州21位ということでだいぶ苦しんでるチームっていうのもあるので、きっちりとねここ勝利してサンガは首位をねキープしていきたいと気持ちしかないので、フルメンバーで臨んでいけたらなと思います。じゃあギラバンズ北九州戦の直前までいきたいと思います。はい、というわけで北九州戦の直前までやってきたんですけれども、ギラバンツ北九州なんとね相手の監督さん変わってるんですよね。小林慎二監督から佐々木圭介監督っていう人に変わってて、まあ小林監督ちょっと21位でかなり苦戦してたっていうのもあって解任されちゃったんかなっていうのが予想かな。北九州なんですけれども、北九州は多分 5-3-2 のフォーメーションで来るっていう感じですね。で乾選手と前川選手、この2人が負傷で出られそうにないっていう感じで、まあ一応ね前半戦は5対1っていうね圧倒的な勝利でね勝ってるっていうのもあるので、まあここ後半戦の一発目っていうのもあるので北九州きっちりと叩いてホームで勝ち点3、そして複数得点で勝っていきたいなと思います。じゃあギラバンツ北九州戦のハイライトをどうぞ。 J2 リーグ第22節京都サンガ FC 対ギラバンツ北九州のハイライトです。まずはホーム京都サンガのスターティングラインナップ、フォーメーション 4-3-3、 ゴールキーパー福島、ディフェンス右から飯田、ヨルディワイス、本田、荻原、ミドフィルダー守備的アンカーの位置に庄司、その前センターに2人武田と松田、ウィング右が八千田、左竹富、フォワードワントップはピーター宇高。後半戦最初の試合、ここで八千田がリーグ戦では久しぶりのスタメン起用、途中出場からゴールを決めていた試合もあったので注目が集まります。続いてアウェーギラバンツ北九州のスターティングラインナップ、フォーメーション 5-3-2、 ゴールキーパー志村、ディフェンスまずはセンターバック3枚村松、岡村、生駒、そしてサイド右が藤谷、左野口、ミドフィルダー守備的アンカーの位置に西村、その前センターに2人武坂と針ヶ谷、フォワード2トップは富山と高橋。現在リーグ順位20位と降格圏に位置している北九州、前半戦はサンガに5対1で完敗、 J2 残留に向けて後半戦最初の試合勝ち点が欲しいところどうでしょうか。前半4分北九州コーナーキックのチャンス、野口のボールに富山のヘッド、ここはからキャッチ。前半12分京都は右の飯田から松田とパスを交換しタイミングを伺います。松田がもう一度受けたところでクロスボール、これに竹富のヘッド、決まった。松田のピンポイントなクロスに絶好調の竹富がヘッド、今日もゴールを奪って1対0、京都が前半の12分という早い時間帯で先制点を奪います。前半24分京都サンガにアクシデント、右サイドの飯田が軽い負傷で交代を余儀なくされます。代わりに入るのは高月、チャンスを生かせるでしょうか。前半42分京都は左サイドの荻原から竹富、そして中央の松田が受けます。近くにいた宇高とワンツーパスからミドルシュート、ここは枠を越えていきます。後半1分北九州は針ヶ谷がボールを受けます。そして右サイドの藤谷へとパスを通すと、グラウンダーのボールに富山のシュート、ここは白井がブロック。後半10分京都よりデバイスのフリーキック、中で合わせたのは松田、しかしこれも枠の上。後半35分京都は左サイド深くでボールを受けて荒木から荻原ワンタッチで松田、
田、武田、そして右サイドの白井に渡ってシュート。しかし枠を捉えられず、後半42分京都は左サイド付近で武田がボールを受けると、荻原、松田と繋いでスルーパスを宇高がダイレクトシュート。決まった。試合終了まで残り5分というところで、松田の針の糸を通すようなスルーパス、これをエースのピーター宇高がきっちりと決めて2対0、サンガが勝利を手繰り寄せます。そして試合終了、前半戦のように大勝とまではいきませんでしたが、緊張感のある試合を制して京都サンガがホームで勝利を収めています。はい、というわけで見てもらった通り、ギラバンツ北九州対京都サンガの試合、2対0で京都サンガが勝利ということで、まあ思ったより苦戦しちゃったなっていうのが印象かな。前半の13分にね、竹富がきっちりとヘディングでゴール決めてくれて、まあ早い段階で先制して、前半のうちに2点、3点くらい取って試合を決めていこうと思ったんやけれども、まあギラバンツ北九州意外とね守備が固かって、まあサイドからの攻撃とかそういうのも食らったりして、苦しい展開があったりしたんやけれども、まあ前半耐え忍んで、後半の87分に宇高さんがきっちりとダメ押し点を奪ってくれて2対0ということで、結局複数得点は取れたっていう感じにはなった試合でしたね。でまあ前半のね20分くらいに飯田選手がねちょっと軽い負傷をしちゃってて、オレンジのマーク出てたので早めに交代してっていう感じで、前半でね1枚交代枠を使っちゃったっていうハプニングはあったんやけれども、まあその後白井選手も怪我明けてそこまで立ってないけれども、もうなんとか無失点で抑えれたっていうのはでかかったと思うし、バイス選手とか本田選手とか、ここのセンターバック陣がきっちりとゼロで抑えたっていうのも、やっぱりディフェンス陣強固できっちりと無失点で抑えてくれるし、攻撃陣も複数得点を取ってくれるあたり、首位にいるチームっていう感じが見えてきてるんじゃないかなと思います。じゃあちょっと他会場の試合結果見ていきたいと思います。はい、高井城の試合結果です。アルブレックス新潟対ファジアーノ岡山1対1の引き分け。大宮アルディージャ対 FC 琉球2対0で FC 琉球。愛媛 FC 対ブラウブリッツ秋田2対0で愛媛 FC。水戸ホーリーホック対津江源金沢1対1の引き分け。モンテディオ山形対松本山雅 FC1 対0でモンテディオ山形。レノファ山口対東京ヴェルディ4対2で東京ヴェルディ。で、京都サンガ FC 対ギラバンツ北九州2対0で京都サンガ。SC 相模原対ビファーレン長崎2対1でビファーレン長崎。ザスパ草津群馬対ジュビロ磐田1対1の引き分け。栃木 SC 対ジェフユナイテッド千葉1対0でジェフユナイテッド千葉。ヴァンフォーレ甲府対町田ゼルビア1対1の引き分け。ということで順位表こんな感じと。まあサンガはきっちりと勝利して53に勝ち点を伸ばしたと。で、ジュビロ磐田とアルビレックス新潟の2位3位両方ともが引き分けたということで、ここの勝ち点差は変わらずっていう感じやけれども、サンガとの勝ち点差が開いたっていう感じやね。で、4位のモンテディオ山形は勝利。で、愛媛 FC も勝利して4位との勝ち点差は縮まらずっていう感じやけれども、広がらずっていう感じでね、なんとか5位をキープしてるっていう感じやね。まあで、ヴェルディ、長崎、町田、大宮、山形続いていってるっていう順位評価。で、まあ次のね、サンガの相手は17位の SC 相模原ということで、番付では降格圏にいるチームっていう番付で見られてたと思うんですけれども、きっちりとね、17位にいるあたり、降格圏の19位の金沢とは勝ち点差2位しかないものの、今は降格圏から出てるっていうので、まあ予想以上のね順位でつけているっていうのもあるので、さらに気を引き締めて戦っていけたらなと思います。じゃあ相模原戦の直前までいきたいと思います。はい、というわけで相模原戦の直前までやってきたんですけれども、相模原なんとね監督変わってるんですよね。まあ三浦監督がこの薩川さんっていう人に代わって、薩川さん監督代行らしくて、今ちょうど監督がいない状態にはなってるらしいです。降格圏から近いは近いけれども抜け出してたんで、ここを監督変える必要あるんかなっていう気持ちはあるんですけれども、今監督がいないっていうのもあるので、このパート3連勝目指してやっていきたいなと思います。 J2 リーグ第23節京都サンガ FC 対 SC 相模原のハイライトです。まずはホーム京都サンガ FC のスターティングラインナップ。フォーメーション4-3-3、ゴールキーパー福島、ディフェンス右から飯田、ヨルディバイス、本田、荻原、ミドフィルダー守備的アンカーの位置に庄司、その前センターに2人、武田と松田、ウィング右が荒木、左曽根田、フォワードワントップはピーター宇高。前半戦終了時点で勝ち点50と驚異的なペースで J2 リーグを走っている京都サンガ、優勝そして勝ち点100に向けて勝利を積み重ねていきたいところどうでしょうか。続いてアウェー SC 相模原のスターティングラインナップ。フォーメーション 4-2-3-1、 ゴールキーパーアギノール、ディフェンス右から多田、クンデ、後藤、船木、ミドフィルダーセンターに2人、安藤と柴本、ウィング右が梅鉢、左藤本、トップ下に
和田、フォワードワントップ最前線にホムロ、現在リーグ順位17位、最初は降格圏にいるチームと予想されていた相模原でしたが予想以上の活躍を見せています。首位の京都サンガ相手にどう戦ってくるのか注目が集まります。前半17分、京都コーナーキック、庄司のクロスボールに荒木のヘッド、ここはキーパーセーブ。前半22分、京都は後方からのフリーキック、中に入れてそこでの混戦で主審の笛、そして PK の判定。この PK 蹴るのはピーター・ウタカ、冷静にシュート決まった。なんと真ん中きっちりと中央に蹴り込んで1対0、京都サンガが今日も先制点を奪います。前半37分、京都は右サイドのスローインから荒木、松田、飯田と渡ってクロスボールに豊かなヘッド決まった。右サイドで細かくパスをつなげていき、最後はニアサイドへのクロスボール、これをきっちりと豊が合わせて2対0、リードを広げます。前半46分、相模原は中盤の安藤からオーバーラップしてきた多田へフィード、これが通ってクロスボールに和田のヘッド、しかし枠を超えます。後半12分、京都は飯田が右サイドをドリブル突破、そして前にいた荒木へスルーパス、これが通ってエリア内入ったところで倒されて主審の笛。そして今日2回目の PK、 この PK を蹴るのはハットトリックがかかっている豊か、冷静にシュート、これアギノールがセーブ、ゴールを許しません。後半25分、相模原コーナーキックのチャンス、船木のクロスボールに梅鉢のヘッド、ここはサンガディフェンスがクリア。後半27分、相模原はスローインを安藤が受けると中央へとドリブル突破、前へのパスは通せないものの星がスイッチし、パスホームラの後ろから安藤がシュート、ここはキーパー正面。後半36分、相模原今度は左サイドから攻めます。船木が受けてサポート来た柴本、シンプルなクロスボールに大外の清原のボレー決まった。相模原がゲームを支配していたこの時間帯、ついにサンガのゴールネットを揺らして2対1、清原の見事なボレーシュートで1点差にします。後半44分、京都はヨルディバイスから庄司、白井とつながり、そのままクロスボール、宇高を超えて三沢がシュート決まった。奪われたら奪い返す、ピーター宇高の後ろで冷静にポジションを取っていた三沢がフリーで足を振り抜いて3対1、またもリードを2点差に広げます。そして試合終了、後半相模原に猛攻を仕掛けられたものの、最後はサンガがゲームを握り返して3対1、このパートラストの試合を勝利で締めくくり、3連勝を達成しています。はい、というわけで京都サンガ FC 対 SC 相模原の試合、3対1で京都サンガの勝利ということで、いやーよかったね。宇高さんがね、前半の PK はきっちりと決めてくれて、でその後ヘディングで2点目を奪って、後半ね1本またPK のチャンスあって、ハットトリック狙えるからもう一回 PK 蹴らしてあげようと思って、宇高さんそのままやったら、まさかのアギノールに止められるっていう苦しい展開があって、82分に相模原の清原選手にゴールを決められて、うわこれやばいぞっていう感じにはなって、気を引き締めろみたいなシャウトのやつを使ってもう一回8分させてたら、90分に三沢選手がダメ押しでゴールを決めてくれて3対1、途中出場で入った三沢選手がねゴールで結果を出したあたり、いい点かなと思ったし、まあちょっとね曽根田選手をねスタメンで使ってみたんやけれども、練習試合でね 2,3 試合くらい連続で得点してて、でここ最近の2試合で2得点2得点で決めてたから、お調子上がってきてるなと思って使ってんけれども、まあ少し期待してたプレーは見られへんかったかなっていう感じだったね。でもまあ3対1でねチームは勝ったので、このパートきっちりと3連勝で終えることができてよかったかなと思います。じゃあ他会場の試合結果見ていきたいと思います。はい、他会場の試合結果です。ブラウブリッツ秋田対大宮アルディージャー2対1でブラウブリッツ秋田、ファジアーノ岡山対ザスパクサツ群馬3対2でファジアーノ岡山、ギラバンツ北九州対 FC 琉球1対0で FC 琉球、ジェフユナイテッド千葉対水戸ホーリーホック0対0のスコアレスドロー、ジュビロ磐田対栃木 SC 1対1の引き分け、京都サンガ FC 対 SC 相模原3対1で京都サンガ、リファーレン長崎対モンテディオ山形2対1でモンテディオ山形、東京ベルディ対ヴァンフォーレ甲府2対1でヴァンフォーレ甲府、松本山形対レノファ山口4対2で松本山が、町田ゼルビア対アルビレックス新潟3対0で町田ゼルビア、ツエゲン金沢対愛媛 FC 0対0のスコアレスドローということで、順位表こんな感じと、まあサンガがねだいぶ一歩抜けてるって感じになってきたね。勝ち点差11ということで結構広がってきた。でジュビロが45、モンテディオ43、アルビレックス42で続いていってるって感じだね。で愛媛 FC が39、町田36、東京36、長崎35、山が35、甲府34っていうことで、10位くらいまでは全然上位4チームに入れそうな勢いの勝ち点なので、ここ後半戦始まったばっかりやけれども、昇格争いに向けてね一つでも順位を上げていきたいっていうチームはいっぱいいると思うので、どうなっていくのか見ものやね。でまあ次のパートの話になるんですけれども、次のパート
後がモンテディオ山形戦アウェーでの試合、そして川崎フロンターレ戦デノハイの3回戦アウェーでの試合で、さらにレノファ山口戦ホームでの試合、この3試合をやっていきたいなと思っております。で、まあモンテディオ山形はね、今現在3位ということで結構上位にいるチームっていうことで、同じ昇格候補のチームなので、まあ勝ち点差は広がってはいるものの、こういうチームに負けていたら J1 でも戦っていけないっていう可能性もあるので、きっちりと勝利して J2 でね、 J1 への道筋をねきっちりと立てていきたいと思っているので、モンテディオ戦は勝ち点3狙って戦っていきたいなと思っております。で、川崎フロンターレとの試合はね、今結構好調な京都サンガなので、J1 の優勝チームにどれくらい戦っていけるのかっていうのをね、見ていくためにもいい試合をできたらなと思っております。まあわよくば勝てたらいいなって思ってるんですけれども、どういう試合結果になるんでしょうかって感じやね。で、レノファ山口に関してはね、今現在20位とね、降格圏にいるチームということで、ここはね正直北九州相模原同様ね、きっちりと勝っていきたいなと思っております。じゃあまた次の動画も見ていってくれると嬉しいです。今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。